あっちどっちそっち ADS。 さて今月12月24日土曜日に第2回忍者スポーツ手裏剣オープン大会が手裏剣オープン大会が桔梗ヶ丘ベルージュで開催されます。そしてすでに予選が始まっているということなんですね。今回は忍者スポーツ手裏剣について詳しいお話を伺っていきます。それでは自己紹介をお願いします。レスラーの皆さんこんにちは、手裏剣研究会の森下と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森下さんは手裏剣研究会の事務局長さんでいらっしゃいまして、でまた NPO 法人三重の心の理事長さんでもいらっしゃいます。普段森下さんはどのような活動をされているんでしょうか。ですね、三重の心はですね、はい、東日本大震災のボランティア団体で、今はですね三重県でもですね、はい、南海トラフでですね、はい、そういう災害も起こる可能性も高いので、防災・減災のですね啓蒙活動のイベントなどをしています。そしてこの手裏剣というのはですね、この東北を訪問するときに何か東北の子どもたちに喜んでもらうものはないかという考えた中の一つでしてですね、それでそれが思わずその人気が出てきたので、まあ、地域活性 の、 一環としてもですね、今普及活動、まず伊賀名張そして三重県全国とで、ゆくゆくは世界大会も開催したいなと思ってますけどね、そういう普及活動ですね、今力を入れてるのは、なるほど、ゆくゆくは世界大会へという目標もあるということで、目標は大きくでした。そうですね、本当ですね。でこの手裏剣は忍者スポーツということで今大会も開催されていたりしますけれど、はい、改めて手裏剣はどんなスポーツなんですか。ですね、これは伊賀地域はですね忍者でこう有名なんですけども、はい、忍者の武器といえばですね、はい、手裏剣、これは誰でも知ってますよね。それで宮内、これもまあマニアなら知ってると、知らない人も多いですけど、でもさらに知らないのはですね凛という武器ですね。こう円の形をしてですね、内側にこう刃がついてでこう戦うという、これは誰あまりもうマニア中のマニアでないとこの凛という武器は知らないと思うんですけど、その手裏剣と凛をモチーフにですね、はい、この輪投げで言うと 輪ですね、投げる輪を、はい、その忍輪というんですけども、そういう手裏剣の形をしたですね、うん、こう投げるものですね、忍輪というんですけども、それを使ってする、はい、スポーツということでなんですね、はい、なかなか口では説明難しいですけど、はい、でも忍者もいろいろと武器あるんですよね。そうです、その凛という武器知ってましたか。いや私知らなかったんです、初めて、今初めて、覚えててください。覚えておきます、はい、ちょっとホームページなんかで見ますと、こうダビデの形みたいな風で、はい、中がこうね輪っかみたいになってるんですけども、大きさってどれくらいなんですか。30センチ四方にこうあれが入ればいいという、だからこう車手裏剣型のというかこうギザギザというか、はい、あれを丸くすればですね、もっと入りやすいんですけど、ちょっとこれこの忍輪というのは航空力学にのっとって作られてますので、なかなか難しいんで、見た感じは簡単ですけど難しいということです。で一応これ三種競技ということでね、はい、3種類の競技性がありまして、うん、まず輪投げをモチーフにした、スタンダード、はい、普通に垂直式輪投げとも言われてるんですけど、要は輪投げは下に向かって投げますけど、はい、こう垂直になった台に投げると。それとあとボックスですね、はい、これは手裏剣打ちというか伊賀でこう大会も開催されてますけど、それをモチーフにしたこう要は穴に入れるという、4メートル後方から穴に入れるという、はい、そしてあとバトルは6メートル四方のリングでですね、はい、こう白と黒のその庭を持って
7ラウンドマッチで戦うと。これが実際当て合うので、はい、一番、まあ、実際はなかなか場所がいるのでできませんけど、人気が一番ありますね。そのシュリリンというのは当たったら痛くはないんですか？いや、それがですね、実際2019年には伊賀市の教育委員会の、はい、許可を得れまして、全、小学校幼稚園に設置されるでましてですね。で、昨年は長井市の教育委員会さんの許可も得て、全小学校にですね、はい、このシュリリンが設置されてまして、その時もやはり教育委員会さんからするとやっぱりその危ないものは設置できませんのでね、その辺で伊賀市でも相当こう見てもらって、あ、これが危ないなら何がね、ということで、もう名張市の教育委員会さんはもうほとんど、あ、伊賀市が OK なら名張市も OK で、前の理事長さんにそう言われまして、もうそれで今ですから伊賀地域ではですね、小学校に全て入っているという状態ですね。すごい。じゃあ今の子どもたちはスリリン結構できる子多いんじゃないですか？そうですね、伊賀まあ他の地域ではなかなか呼び名前ね、シュリはって呼ぶ人が多いんですけど、あ、確かに、まあ、最近こう伊賀名張市ではもうこれシュリリンと、うん、ですからその辺はちょっとこうマスコミにね、新聞とかいろいろ取り上げられておりますので、はい、まあまあ認知度は伊賀では高いかなと思います。へえ。私もホームページの方なんか拝見しますと、その忍者の手裏剣型にこうくり抜かれたボードみたいなところにこうなんか投げたりとかする、それがボックスですね。そこにこれね、明大学の山田先生という、今忍者のその研究ではね、はい、有名な山田先生がこのまず手裏剣研究発想をした時の発起人の一人でして、うん、まあ、山田先生がこうこれ輪投げのように投げるのもいいんだけど、はい、ちょっとこうこの穴にこう投げるという感覚が欲しいということ、まあボックスというのは発案が山田先生ということ。あ、そうですか、はい、今この3種類が、ね、種目としてあるんですね。で、公認犬と猫、あとイメージキャラクターもいるんですか？公認犬はですね、伝統流忍者集団クロンドさんという方が、はい、ショーの中で活躍しているですね、ポメオという犬がいまして、はい、それをなかなか演技するんですよ、ショーでね。すごい。その絵を、まあ、公認犬とさせていただいて、で、公認猫のはこれもまた有名なですね、お茶屋さんのバンコエンさんという人のよく知られているチャタという、かわいいですね。猫はご存知ですか？はい、行きました。それでそこが一応シュリリン研究家の公認忍者猫と、で、公認忍者犬と公認忍者猫と、そしてイメージキャラクターの方はですね、はい、ニンニャンというゆるキャラと、はい、忍びの勇者イガジャというのがシュリリン公式のキャラクターなんですけども、ミニオンは忍者ドライブインの本来はキャラクターだったんですけども、もう閉館しましたんで、うん、まあ、シュリリン研究会が引き継いだと。で、忍びの勇者イガジャーは、まあ、運営していた方もいらっしゃったんですけど、はい、なかなかちょっとこう休止と、はい、いうことで、それも引き受けて同時期に今年から、はい、ですからシュリリン研究会は公式のゆるキャラと、うん、ヒーローを運営しているという、全国でもゆるキャラだけというのはありますけど、ヒーローだけというのは、うん、こう両方というのは珍しいじゃないかなと思いますね。まあ、全国でそういうイベントがありましたらですね、シュリリンともともですね、ヒーローとキャラクターが行くということになってますので、またよろしくお願いします。すごい、いろんなことされてますね。キャラクターもね、ということで、またまたこのシュリリンの練習場、こちらもオープンしたということで、はい、しかも無料というのを拝見したんですが、はい、ちょっと大会に合わせてですね、
まあ、本来10月にオープンする予定だったんですけども、ちょっと遅れまして、まあ、いろいろ諸事情で12月に4日にですね、はい、まあ、オープンしまして、それで今これ緑ヶ丘南東小学校っていう前にあるんですけども、はい、それで一応無料でですね、当分の間は無料でですね、全国どこからでも参加していただいて、この大会 の、 その練習でもいいし、はい、でここで予選をもうやっておりますので。あ、そうですか、はい、これやり方って教えていただけるんですか。その指導員がですね、その高校力学に基づいたですね、まあ、こういう投げ方というのは今日は教えるんですけど、はい、実は昨日ですね、練習に来た方が新しい投げ方を開発しまして、私も初めて見る投げ方だなと、それはなんかこう内輪のようにこう、なんかこう、なんかその時代劇で見たようなこうなんか戦争投げるような感じ で、要は普通はですね、このサイドから投げるんですけど、はい、こう上からふわっとこう、そうすると、あ、この投げ方なら軌道が安定するなとか、だから、まあ、一応基本はありますけど、はい、そういう投げ方も、まあ、別にその投げ方はどうでもいいわけですからね、その方が考えたので、その方の名前を聞いた情報にしようかなという思ってますけどね、はい、なんか体操みたいですね。そうです。ですからこのジャンプでもそうですけど、昔はこうだったけど今はこうっていうあれもありますからね、まあまあ、これからどういう投げ方で投げてもね、まあ、研究をしてもらってね、で練習の中に気づいたことですね。しかも自分の名前が技の名前につくかもしれないですよね。いいんじゃないですかね、はい、こちらどちらに練習道場というのはあるんでしょうか。緑ヶ丘南町のこれ遠平法人三重の心の事務所 の、 1階の倉庫を改装したものですから、はい、ですから隣はみんなの交流広場フォレストというみんなの集まってこうカラオケとかいろいろ楽しめる店があるんですけども、そこをクラブハウスとして、どうしても子どもさんが多いものですからね、どうしてもじーっとこう今特に寒いですから、その店に入っていただいて、はい、まあ、お茶とかね無料で、まあ、喫茶店ですので、まあ、コーヒーとか頼まれたら有料になりますけど、基本的にこう一服していただいてお茶なんかをサービス、クラブハウスも、まあ、偶然ですけどできたという感じですね。でこちら予約方法だったり営業時間ってどうなりますか。一応ですね、まあ、朝から夜10時まで照明もついてますので OK なんですけど、はい、なかなか常時いる人がいるわけにいかないので、はい、電話いただいたらですね、まあ、30分単位で、はい、今日も4時から予約が入っているんですけども、はい、あ、そうですか。そういう電話いただいたらOK です。なるほど。じゃあ忍者スポーツ手裏剣についてもっと詳しく知りたいという場合、ホームページなどはあるんですか。ちょっと今ねホームページがその制作するこのボランティア団体ですので、やる方がちょっと今休止、ちょっと事情があって、はい、で今ちょっと別の人が新しいバトンを作り直していますので、もうちょっとホームページではあまり参考にならないので、もしよかったら、はい、電話ね、はい、いただいたら、電話番号は言っていいですかね。はい、お願いします。そしたらですね、0595-24局-1177まで電話いただければ、まあそこ出られない場合私の携帯に転送することになってますので、もしよかったらお願いしてみます。ありがとうございました。そしてここからですね、まあ、練習してそして上手くなったらやっぱり腕試しですよね。そうですね、したくなるということで、12月24日土曜日に第2回忍者スポーツ手裏剣オープン大会が行われるということで、実は今ねその予選が始まっているというお話今もしていただいたんですけれど、この予選
参加したい方っていうのは練習してる時にもうそのまま予選も受けたいですっていう形になるんですか？そうです、一応練習した後にですね、はい、本番という形で、うん、ですから練習では入っても、はい、昨日も予選3人ほど受けてくれたんですけど、はい、練習では良かったんですけど、はい、本番ではほとんど、まあ、成績が悪いと緊張したのかもう僕はしょうがないですからね。一応練習場で、はい、18日までですね、予選は受け付けてます。で、発表はもう18日ですのでね、はい、まあ、何十人の方が受けるか分かりませんけど、うん、もう19日に電話で連絡させていただこうかな、はい、それも今さっきの24の1177で申し込んでいただいて、はい、ということで結構今は結構30分単位でそれなりに申し込みがあります。あ、やっぱり人気ですね。これからどんどん人気高まってくる、まあ、今まだ第2回なので、まあ、参加するにはなんかもうチャンスかなっていうね、予選に行くにも来年からですね、また3月から予選をして、はい、結構ね12月24日ちょっと遅いかなと思ったんですけど、はい、結構こう年末でね、こう結構評判がいいので、来年もこのパターンで行こうかなと。3月から、11月頃まではですね、予選 で12月 ですから団体3回もやりますので、ね、練習していただいたら、はい、大体いいかなと。今レベル的にはやっぱりあまり高くないですから、はい、今が優勝のチャンス。本当ですね、はい、今がチャンスですね。さあ、それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はい、ですね、シュリリンは全国復帰をしようかなと思ってますので、まず伊賀に練習場ができて、そして次名張を持ってるんですけど、まあ、もしその三重県か市町村でですね、こうシュリリンその、まあ、企業であっても団体でもいいんですけど、ここ除雪練習場とか、ね、教室をしてもいいという方がいましたらですね、来年2月の第1日曜日1時から5時まで名張公民館でですね、練習もできる講習審判員、その指導員のですね、講習会もありますので、ぜひですね、お願いできればありがたいなと思いますけど。ここまでシュリリン研究会事務局長、そして NPO 法人三重の心理事長の森下重春さんにシュリリンについてお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。あっちどっちそっち ABS